こんにちは、トモです。イケです。今日はですね、上半身のコーディネーション講座をやりたいと思います。お願いします。で、前にボテを使った下半身のコーディネーションっていうのは動画でやったと思うんですけど、まずその上半身と下半身のコーディネーションの違いっていうのを軽く説明したいと思います。で、まず下半身のコーディネーションっていうのは、タイミングだったりとかポジションっていうのがすごくシビアで重要になってきます。で、それに対して上半身のコーディネーションは、それプラス少しフィジカル要素が強くなります。なのでこう逆に言うと、ポジションとかタイミングがずれてても保持力だったりとか引きの強さ、ボディの強さでカバーできるっていうところもあります。だからその下半身のコーディネーションは技で、上半身は力っていうか、どちらかっていうと、まあ、ただその力だけだとどうしてもうまくいかないことも多いと思うので、今回説明していきたいと思います。はい、1つ目、これは前も言ったんですけど、飛ぶ角度を考えるです。ちなみにこれが一番重要かもしれません。はい、じゃあまずプラットフォールドで課題を引いたんですけど、このコーディネーションをまず見せていきたいと思います。お願いします。じゃあまず1回このコーディネーションやっていきたいと思います。普通に、はい、でこんな風にこの課題は飛ぶんですけど、その飛ぶ角度ってどこの角度かっていうと、スタートですね。基本的にはこういうコーディネーションは自分のスタートの位置よりも取る手の方が壁の外側についていることが多いと思います。この飛ぶ時にこの壁に対して近づきすぎてしまうと振られが大きくなってしまいます。やってみると、こう入る外側サイドに、っていう風になるので、スタートの時点で壁にこう入りすぎないで、少し外側から狙う、外側から狙う、それだけでめちゃくちゃ変わります。わかりやすい、わかりやすいですか。で、2つ目は速度を調整すること。で、この速度っていうのはゆっくりに感じれば感じるほど楽に感じます。ただゆっくり動くのはすごくテクニックが必要になるので、初めのうちは全然できないと思います。できない人が何をするべきかっていうと、スタートの初速、スタートから出る時の速度を上げることが大事になります。で、まずゆっくり動くと、こういうふうにこう持ってもらうというふうに、手でどこを掴んで飛ぶかっていうタイミングを自分でコントロールできるので安定するんですけど、その分このいいポジションに居続ける技術だったりっていうのが必要になるので、あまりおすすめしないです。で、おすすめなのはスタートを弾く、弾いてこのスピードを上げる、スタートを早く出ることができると距離が出たり、居づらいポジションっていうのを飛ばして動くことができるので、うまく動けるとすごく楽に感じます。で、スタートを早く動くコツは、手を早く引くことにプラスして最後押すこと、しっかりここを引いて終わりじゃなくて、この手を最後まで押し切る、こっちの押す動作が重要になるのでやってみてください。で、この2つが基礎っていう感じで、あとの2つは少し難しいので、ちょっと頑張って聞いてください。はい。はい、で、3つ目は、体のひねりですね。ひねりを考える。です。で、手の引く方向だったりとか、最後の止めるホールドの向きによって、体をひねると、少し楽に登れるようになります。うまくできない人は、ここが逆にひねっちゃっていたりとかして、加速がうまく乗らなかったり、体が回って落ちてしまったりっていうことが多いと思うので、そこをちょっと意識して見てみてください。で、この課題で言うと、体が右に向いてた方が楽に感じます。
左に向くとどんどん回ってきちゃうので、ちょっと見てください。まずずっと右に向けた状態。で、2手目を取るときに距離が出ないからって無理して手を伸ばすと体が回ってきます。いきますよ。こういう風に体の向きで飛び方だったりとか落差がすごく変わるので、ちょっとやってみてください。で、緑のホールドを足したんですけど、最後のホールドがもし緑色のホールドで止めるってなったら、さっきみたいな右を向いたまま進む向きで行くとうまく止まらないので、ちょっと行きます。体が右を向いたまま、体が右を向いたまま、今みたいに体が右を向いてると最後の止めるホールドに対して体がいい位置に来ないので止まらないです。で、逆に最後の緑で体を回すと効く効く。こうなります。はい、こんな風にその取り先だったりとか飛ぶ方向に応じて体を回すとすごく楽になることがあるので、少し意識して練習してみてください。はい、じゃ最後はキーとなるホールドを見極めることです。で、これはまあそのちょっと難しい感じに言っちゃったんですけど、どれが一番ガバなのかをまず見極めることが大事です。なんか例えば最後のホールドが一番持てるなら、一番最後まで駆け抜けるようなスピードで行って最後で止めるっていう風に選択できると思うんですけど、逆にその1個目とか2個目が持てて一番最後のホールドが持ちづらいってなったら、1個目と2個目で少しブレーキをかけて最後優しく出るっていう風にするといいです。この最後が一番いいパターンはもう駆け抜ける。最後で止まる。はい。おお。で、逆に1個目とか2個目がいいときはここで一旦止めて。っていう風にこのホールドの保持感で強弱をつけるとすごいこうアテンプトも少なく済みますし、その楽に登れるようになると思います。こんな感じで今回は4つ大事なことを伝えていきました。で、まず1つ目は飛ぶ角度を考える。で、基本的には飛ぶ先の方が出っ張っていることの方が多いので、内側に入りすぎると最後振られが大きくなってしまいます。なのでスタートから少し外側から飛ぶように意識してみてください。はい、はい、で、2つ目は速度を調整することです。で、ゆっくりに感じれば感じるほど楽なんですけど、そうするとテクニックがすごく必要になってくるので、初めのうちはスタートから飛ぶ初速を上げることを意識して、このスタートホールドを思いっきり引いて最後押し切ることを意識してやってみてください。はい、で、3つ目、体の向きを考える。この体の回転ですね。最後止めるホールドだったりとか中間のホールドに合わせて体をうまく回すことができるとすごく登るのが楽になります。で、これは行ってすぐできたらまあ天才だと思うんで、はい、できた人はもう天才です。もう本当にみんなはコツコツやりながらどうしたらいいか考えてみてください。4つ目、最後はキーとなるホールドを見極める。そのどのホールドが一番持てるのかっていうのをまず考えて、一番最後が持てるなら最後まで駆け抜けていって止める。逆に1個目2個目どっちかが持てる場合はそこで少しブレーキをかけて最後優しく止めるように意識するとだいぶ楽になると思うのでやってみてください。今回のことは
その技術的なことだけじゃなくて、プラスでそのフィジカル的な要素も必要になってくるので、皆さんもこの練習を積み重ねてコーディネーションマスターになってください。なります。頑張っ。じゃねー。